チャオチャオ、あっちゃんです。今日は、カルディで見つけたわけわからんもん買ってきました。伝統の味を受け継ぐ韓国のハングル文字書いたんで、なんかわからん、読めへんねん。こっちには書いたんだけどね、なんかわからん、水晶化って書いたんだけど、スジョンガって書いたの。砂糖、シナモン、生姜、柿。なんとなく嫌な予感がせんでもないねんけど、シンス1993やったらそんなに古くないよね。伝統っていうほどじゃないねんけど、よくわからへん、なんかわからへん。韓国では伝統やねん。韓国伝統なんかな、よくわからん。もうカルディで見つけて、なんかちょっと面白いと思って買ってきたん。あかん、なんかあちゃんこういうのね、ついつい やらかしてしまうタイプなんで、飲んでみたいと思います。ちょっと待ってね、ふってええもんなんかそれすらわからへんねんけど、はい、では飲んでみる。韓国の怪しげなドリンク。もう量はもうイライライライ言うてる。量はね、結構ヘタレで、うわすごい色。おー、思ったよりギョーザ入ってる。あー、シナモンがすごい効いてる。シナモンの香りしかしません。こんな感じです。ちょっと入れすぎちゃった。ではいただきます。これ180ミリぐらいかな。238ミリ、結構入ってんねんね。ちょっとね、太いめの缶で短いからかな、ではいただきます。あんま。柿ってどっちの柿やろ。ああ。ああ。ちょっと待って。あのね、味わったら柿のづくしみたいな味はするけど、シナモンとが効いてて、なんかね、日記水みたいな、昔おばあちゃんがね、日記水はスッとしておいしいわ、一個もスッと出ねえねんけど、サイダーとかコーラとかも飲んでる世代のあっちゃんには日記水がスッとするのがよくわからへんねんけど、まあちょっと話外れるけどね、日記みたいな味もせんでもないねんけど、なんだこれ、日記の味するよな。夏まりの薬の味がするって、なんか怪しげ。風邪シロップのような。後味が気持ち悪いやつ。後味気持ち悪いよな。俺の風邪薬やけよ。ヒカルの風邪薬の味するらしい。鼻薬、鼻薬、何それ？ほら、カプセルのやつ？あれのな、ずっと舐めてたわ。ヒカルのなんか鼻炎の薬の味がするらしい。ね、なんかすごいいろんな味が絡んでて表現しにくい。でもシナモンの香りがして、日記水。目には日記水。口入れた瞬間日記水の味するんだけど。よくよく味わうと柿の味がして、あとね、薄いぜんざい、あんこの薄めたような味がする。ダメですっていうぐらいダメな、あんまり美味しくないねんけども、怖いもの見たさ、ちょっとドMな方、かなり変態な方、やっぱまずかったって笑いたい、ネタにしたい方、あと何やろ、う YouTube でネタにしたい方、多分面白いと思うので飲んでみてください。罰ゲームとまでいかへんけど、そんなにね、激烈にまずくて、もうこれ無理無理、もう飲めへん飲めへんって、そんなんじゃないねん。で、値段です。こんな大した高いこともないね、こんなんね。
82円です。はい、82円なんでね、うん、ネタに飲んでみるのはいかがでしょうかって、そんな進め方しかできません。っていうか、進められません。うん、マジ、美味しくないです。でもね、材料見たらどこにもハッカ入って、ハッカじゃ2期入ってないね。砂糖、シナモン、生姜、柿やねん。生姜とシナモンで日記みたいな味するのかな、うん、だから材料的には悪くないんよ。砂糖とシナモンと生姜と牡蠣やから体に良さそうなもんばっか入ってんね。清涼飲料水、清涼さはないです。皆無です。でも香りはすっごい清涼感あんねん、シナモンで。嫌な気分になるジュースでした。今日飲んでみる？ちょっと舐めてみ。いらん。飲んでみよ。ちょっと舐めやん。もうへたれ。はい。量は全然口つけようともしない。光るわ。もういらん。タイヤグミ。え？タイヤグミよりはマシらしいけど、もう飲みたくないらしいです。はい、あとはこれテロップ言うとかな。スタッフが責任を持って飲みましたって書いておこうかな。はい、ということで、またね。バイバイ。電話かかってきたな。